バイバビメルちゃんとは、インドのボリウッドで活動する、振付師。ラメッシュメルちゃんと,と、リダヤーメルちゃんとの娘として、チェン内に生まれる。ソフビーヒララル、妹シュルティメルちゃんとも振付師として活動している。バイバビメルちゃんと,と、マドゥリリークシットバイバビは、おじちんにプラカーシュのアシスタントとして、キャリアをスタートさせ、1999年に、ミモラシンのままにの、 ドルボジェの振付を担当し、振付師としてデビューした。同作で、バイバビは、ナショナルフィルムアワード最優秀振付賞を受賞している。2000年には、マライアーラム5映が、スンハパーバムアンナで主役に起用され、女優デビューした。2001年に、ラガーンの、オーリチョーリーの振付を手掛け、2005年には、バンティ・アワー・ボブリーの、カジラリの振付を担当して、 複数の映画賞を受賞している。この他に、デブダス、ボグベン、フェダ、ドゥーム、ビル、ザーラ、アージャーナッチレ、ラブ・エヌイバナ・ディ・ジョリー、アイアーで振り付けを担当した。また、オーストラリアで開催されたミュージカル、ザ・マーチャンツ・オブ・ボリウッドの振り付けも手掛けている。映画以外では、ダンス番組、ナハバ・リーエ、ジホロック・ディクル・ジャー、ザラネ・チック・デカで、 審査員を務めている。ありがとうございます。